日本相撲協会は30日、東京、両国国技館で名古屋場所、7月8日初日、ドルフィンズアリーナの番付編成会議を開き、仙台の海、25、イコール本名浜町明太郎、高知県出身、九重部屋イコール、木崎改め日の海、25、イコール木崎真嗣、沖縄、木勢イコールの新十両昇進を決めた。仙台の海は日体大から2015年夏場所初土俵。高知県出身では08年春場所の土佐豊以来の新十両。日大出身の美の海は16年春場所初土俵。沖縄県からの新十両は02年九州場所の龍鳳以来となる。最重量は紀前流、33、イコール亀井隆、香川、木勢イコールで、9度目の重量昇進は須磨の富士を抜き歴代単独最多となった。元幕内のアムール、大岩と、元十両の正風ら14人の引退も発表された。時事通信社、